はい、中本白秋です。3月28日火曜日、東京は晴天、素晴らしい天気です。朝から心よい日差しが差し込んでおります。今日の読売新聞の大見出しを拝見しますと、非常に痛ましい事故が起こって、かわいそうですね。皆さんの冥福をお祈りします。今日はですね、この雪崩、雪崩っていうこの雪崩のですね、雪崩、この雪崩のですね、方を崩すとか、まあ崩れるっていう、この字の美しい書き方について解説をしていきます。まず山ですね。軽い右ありですから、まあ、こんがりきましょう。こんがりですね。そして月を2つですけれども、ここは中心ですから左右に書くわけですね。こちらにまず月を書きますね。こう書いて、そして右半分に月を描きます。この時にですね、お気づきになったと思いますけれども、後から描く、同じパーツを描く場合にはですね、後から描く方を少し大きめに描きます。この文字はですね、こういうパーツになってますよね。この山の部分と友っていう、この友と2つのパーツになってます。ですから、これとこれの比率をどういうふうに書くかですね。ちょっとそれではですね、こういう構図で書いてますね。山を少しちっちゃめに書いてます。こうして、そして月を少し上よりも広く、後から書く方の月を心持ち大きめに書く、こんなイメージでしょうか。はい、少し崩してみますと、こう書いて、こうこうこうして月を書きますね。こう月を書く、こんな感じですね。もっと崩しますね。こう月をもう少し簡略化しましょう。こう切って、こう切って、これ省略して、こちら側もですね、もっと簡略化しちゃいましょう。1本2本、この前の感じでしょうかね。以上、今日はですね、この崩すっていう字の、美しい方を説明しましたけれども、以上これで説明を終わります。